班はもやし炒め、もちのはるか、エヴァ、佐藤、マイマイ、ティーチャーです。はい、今日の企画はしりとり切れる連想ゲーム。はい、しりとり切れる連想ゲームとはですね、はい、まあ、その名の通りしりとりか切れるか連想してもらったら OK です。はい、絶対の問題。一回してみますね、はい、まあ私から始めるとしますと、はい、パンパンリンゴ、パンパンしりとりって言ったら次の人がしりとりをします。ゴリラ切れる。そうで、何か単語を言った後に次の人がしりとりするか切れるか連想するかっていうのを指示する。一人2回言わないと。そうです、はい、で、なんか今回はしりとりだったけど切れるとかだったら、今待ってきたから私はゴリラーって言わなきゃいけない。そう、しりとりをせずに切れる。そうそう、やるのは1個だけね。しりとりか切れるか連想かやるのは1個だけ。はい、はい、オッケー。で、連想するのパターンやってみるか。じゃあ、はい、お願いします。じゃあゴリラから。はい、バンバンゴリラー、パンパン連想、パンパン名前ゴリラと言ったら、ゴリラと言ったらウホウホ違う、なんか違う、バナナが動物やばい、鳴き声ウホウホだもん。違う、あのね、単語ってわかる。連想するんだよ、鳴き声じゃないから。カタカナでウホウホ、だからそれ連想じゃないでしょ。あのね、それはね、擬音語って言う。もう、いいじゃないか。今日1位になったら帰れるかな。の塊だから連想だね。違うの、ダメ、やばいじゃん。ゴリラと言ったら動物園とかバナナとかさ、茶色の塊やん。でもまあいいよ、それでそれじゃない。じゃあもうそれでやり直し、やばいから。どうしたら切れる茶色の塊。おかしいやん。まあそんな感じでね、まあちょっと伝わったかどうかわかんないけど、まあやっていきたいと思います。の前に、私たちフルポンは6月16日代官山ユニットさんにてワンワンライブをやります。あのすごく大きな箱で絶対に埋めたいので、概要欄からチケット購入して会いに来てください。お願いします。それではやっていきましょう。フォーフォー。じゃあ私からやっていきたいと思います。最初はじゃあフルポンから始めていきたいと思います。ポンポンフルポン、ポンポン連想。 YouTube 切れる。 YouTube 連想。ヒカキンさん切れる。ヒカキンさん連想。すごい連想。どうするから、あの一回切るか、一回しっぺかなんか入れる、うん、さっきの分とはるかの。よっ痛そう。待って待って、あーダメー。すごい上手やね。待って、あかん。で、見てもらう、すごい痛そう。はい、じゃあ行きます、はい、はい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 、エジソン、はいはい、連想。歴史のじゃあ連想。ちょっと待って、ネギ塩チャーハンとしか聞こえない。ネギ塩チャーハンみたいな。歴史上人物。そんなこと言ってない。言ってないです。じゃあ歴史上人物って言って。じゃあ歴史上人物からいくね。はい、歴史上人物連想。野口英世連想。ダレーデン。うざいでしょ。ごめん、それはうちがよくなかったね。お金に乗ってる千円札の人。そう、千円札。誰か綺麗に言う。誰だった。福沢諭吉の次にね、モテる人ですから。そうそうそう、はい、野口英世連想千円札。おー前だったっけ。むずい、これもうダメだ、全然続かないよ。失礼。2周しよう、頑張って。頑張ろう。ごめんね、この企画持ってきて。絶対に2周しよう。頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。じゃあちょっとさ、なんか簡単めなのにする。うん、そうだね。ゆっくりでしょ。確かに、ちょっと早いね。せーの、太陽連想。熱いカタカナじゃなくて。何カタカナ。カタカナサンとか言えばいい。調整10です。なんで骨響いたから今。
このままいったら腕折れるからちょっと区切りをつけた方がいいかも。確かに成功させよ、とりあえず成功、どこが成功のライン2週だね。2週あでぼちのから始まり、ぼちのが2回目で終わったらね、うんうん、ずっと切れる禁止にしない、うん、あ確かに3人目はダメよ、うん、それちょっと考えたら難しい、だってここまで3人あって考えなきゃいけないってことでしょ、うん、マジかまあやばい、いける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 、新ルールで切れるは3回まで、はい、で、まあ、とりあえずね2周しようっていう、はい、墨切れる、墨切れちゃう、おい墨連想タコ連想アチョアチョアチョ何今のアチョアチョアチョ、せーの、たこ焼きちりとりケース、しりとり、スイカ、しりとり、カモメ、切れる、カモメ、切れる、カモメ、連想、ちょっと、ごめんなさい、多分今、今のツアーだからやね、ビシュブルー、すごい、やばい、これやばい、これやばい、せーの、飛ぶ、連想、カエル、連想、緑、連想、ひーちゃん、連想、ちょっと私なんてダメだから、しりとり、ラッパ、しりとり、ね、待って、ラッパやったんかい、え、そのターンじゃないからありになっちゃうか、いいんだよ、そうだったらさっきあなたスイカ言ってたからそうだよ、そうだよ、続いたけどちょっと続いたけどちょっと悪口悪いと思う、ほんまに悪口悪そうに
立つ連想おっぱいおっぱい言っとけおっぱい連想ふわふわ連想わたがし連想かわいい切れるかわいいよ俺連想ちいかわ連想え、ちいかわもうダメだもうダメだよもう悩んで同じことないかなってちょっと思った。誰になってんねん。サルさんにさ現実そう甘くないって言われてるのめっちゃ面白い。言うてこの人も大変間違えてますよ。最初の丸二つがダメなんだよね。それはそう言っちゃうから逆に言ったら言っちゃう。確かに。あー逆回り逆回りするか。この流れがダメだったんですよ。丸二つ連想お尻連想臭い連想私の頭連想赤い連想リップしりとりプリウ連想トゥルントゥルン連想粘液じゃない。何何粘液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 もうダメだよみんなさもう頭がピンクになり始めちゃってるからダメだもん。でも今こっち回りだってあ二周すれば終わりなんだもん。うざい切れるうざい切れるごめんって言われておかしい。ガリダル連想いやちょっと待って待ってサルトいける連想天才連想は切れる切れるはぁしりとりはぁどれ気だった。そっちのねそっちのねそっちのほう連想あ、おばあちゃん何だこれ絶対今のアウトやろ。いくよ。はい。しまうま部長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 どうしたんですか。それすごいね頭の中で言ってたごめんなさい。次声に出していきます、はい、全部声出してくださいお願いします。声でかくね、はい、すいませんね、はい、じゃあ行きましょう、はい、魚連想お寿司切れるお寿司しりとりしまうま連想大きい連想エッフェル塔連想パリ連想国切れる国切れる国連想日本日暮里日暮里2周目成功。イエーイ
ました。ほど長い。なんか2週がどこか分かんなかった。ね、でも多分終わったんです、これで。もう終わった。もうこれで終わったんです。はい、もうみんな、じゃあ今日はどう休めましょう。はい、そうね。はい、みんなどうですか、うん、ちょっと寝たいと、今。休憩したい。あ、頭パックしそうやね。やばい。ちょっと糖分摂取しやなんだ。私も遅延熱出るかと思った。2時間半くらいこれやってんだよ。ずっと頭を鳴らせる。頭臭くなるよ、それこそ。それはそう。ふざけんなよ。そうだよ、いい匂いしました。はい、ということで本日はキレるしりとり連想ゲームをしました。イエーイ。はい、ちょっとこれ本当に難しいゲームなんで、頭が回る皆さんはちょっとやってみてください。はい、ゲーム楽しそうだな、やってみたいなと思ってくれた方はいいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。